彼が待ち合わせ場所に着くなり、その150人に囲まれ、怒涛の罵声を浴びることとなる。そりゃそうだ。相手からすれば、同じぐらいの大人数、もしくはそれ以上の数を引き連れてくると思っていたわけだ。そんな中、相手側のリーダーが前に出てくることになる。そのリーダーは、警視に迫って狂ったように叫んだ。舐めてんのかてめえ。なんで二人なんだ。二人でこの人数相手にできると思ってんのか。漫画のような展開だが、本当の話。すでにこの時点でかなり笑える。彼はリーダーにこう返事をする。大人数同士の勝負なら、怪我人もたくさん出るだろう。だから俺一人で来た。そして、連れてきたもう一人を指さし、こいつは見届け人だ。やるのは俺一人。死ぬかもしれない。ただ150人相手に俺が喧嘩した事実を、こいつに持って帰ってもらう。まあ勝てるとは思ってねえけど。そう言ってゆっくりと懐に手を入れ、リーダーをまっすぐ見据えた。